チョリース。マルシンラーメンのロバート・デ・ニーロこと富塚です。お久しぶりです。ここ2ヶ月ぐらいこの動画の方ちょっとラグしようと思って人任せにしてたんでサボってました。申し訳ないです。今月はこんなに天気もいいし頑張りたいと思います。先日ですね、ふくらぼさんっていうこの口コミサイトなんですけど、こちらの方が連絡もらって載せてもいいですかっていうことで、うちはいいですよっつって今うち載ってるんで、ぜひこの動画を見た方、周りにも口コミサイトなんですけどいろいろ書き込んでもらえれば、うまいよとかまずいよとかいっぱい書いてください。よろしくお願いします。そしてもう7月でマルシンこんな感じになってます。まだ外しちゃいました。マルシンの中扇風機が7台ぐらいあります。そんなんでオープンで気持ちよくお客さんにラーメン食べてもらおうということで窓外しちゃいました。土砂降りの日は窓ちゃんとあるんで安心してください。それからマルシン今までつけ麺っていうのやってたんですけど、それスーパーあったかかったんですよ。で今年はちょっとチャレンジスカーツわけで冷やしつけ麺っていうのをやっちゃいます。ということでこれが冷やしつけ麺です。ご覧あれ、麺、冷やしだれ、なんとメンマ、うちのチャーシュー、紅生姜、そして新鮮野菜、きゅうりまで。ちなみに富塚県のきゅうりです。おー、じゃあ俺勝手に食べさせてもらっていいですか。はい、うん、いつも通りうまいです。食べ方に強制的なものは何もないんで、お客さんの好きなように食べてもらうのが一番なんですけど、この食べ方がスタンダードかなと思います。タレはやっぱり特製なんですか。はい、完全オリジナルです。和風に仕上がってますね。うん、うまい。さっぱり感とかそうですね、内緒なんですけど少しレモンの汁とか入って涼しくさっぱりに仕上げようと思って作ったんで相当さっぱりすると思います。ちなみに普通その冷やし中華とかになると値段結構800円とか、はい、そうですね、冷やし系ってなんか高いですよね。うちの値段はですね550円です。え、550円で設定しました。まあ正直もうちょっといただきたいのは本心なんですけど、やっぱできるだけ抑えてお客さんに提供しようということで550円でやらせてもらってます。よろしくお願いします。絶対うまいですよね。うん、今日もいつも通りうまかったです。ごちそうさまでした。絶対うまいですから。よろしくお願いします。